こんにちは。そっか塾の久保でございます。今回は株で絶対負けたくないっていう方にね、メッセージをお送りしたいと思います。まあといっても、私も株の取引ってまともにやったことがないんでね、偉そうに言えることではないんですけども、えー、今回ですね、週刊中年ジャンプの、えー、編集長でストーンさんって方がね、株スクールをされてるんですけども、その方とのやりとりになります、えー。動画を送っていただきまして、前回私がですね、株のメリット、デメリットで、 まあデメリットっていうのはこの限られた時間の中でトレードしないといけないからデメリットになるよねっていうことを申し上げたらストーンさんはねいやいやこの時間じゃなないいと取引できないからだかららいいんですよおそらくこれっていうのは株の値動きをサラリーマンとして活動してるきに見ちゃうとねいろいろと気持ちが揺れるんでだったら1日ごとに見れるもう確定した値段を見た方が ももうう腹が決まっってていいんんだだよってことだと思うんですけども確かにね、この件に限らず何がメリットなのか何がデメリットなのかっていうのはその人のライフスタイルそれから有効に使える時間とか株のお資金とかねこういった条件によって変わると思うんでまあ一般的に言えばね株のメリットデメリットっていうのはあるけどもそれをさらに個人的に落とし込んでいく作業っていうのが必要になるんですよね。きっとお週刊年ジャンプの ストーンさんの株スクールでもそういうことをコンサルしていただけるからだから結果が出やすいんじゃないかなと思っておりますで今回の話題なんですけども私からお話しすることは株で絶対負けたくないよって方がねどう考えればいいかってことをちょっと昔のね噂レベルで聞いたことがあるんですよでこれは FX をやってる私でも少し頷けることなんでストーンさんにどういうふうに思うか聞いてみたいなと思いましてこの動画にさせていただいておりますでは本題でございます 株株株で絶対負けたくない方は長長期期保有安定株長期安定定これいいずれれも呼び方があると思いますけどもこれをやるといいんではないかなっていうふうな気がするんですよ。FX の世界ではレンジオプションというのがあります。レンジオプションっていうのはある一定の期間、ちょっと長めの期間ね。例えば1時間足で勝負するときには、そうですね、20時間ぐらいこの価格を下回らないし、この価格を上回らないし、 まあ決まった価格帯の中で上下してるよっていうふうなレンジねここで推移してるそういった安定相場が来る時があるんですよレンジ相場ですよねこの時にまあ安定的な価格帯をまあ取ってるなっていうふうに判断したらある程度将来的にもこの価格の中で推移するんではなかろうかという仮説のもとに一定の金額以上に上がらない一定の金額以上に下がらないということでしたら そのの金額あたたりににっっらら今度ね下の方に向かかてて反転していくくセルで行くもしくはこっちの方で下限の,のですね下の価格をさらに下回ることがないからそこに来たら倍の方でいくっていう取り方があるんですよね。それにちょっと似た考えで株の長期安定株っていうのはあのまあ過去10年とかをね区切ってみるとあだい大体同じ価格帯の間で推移してるね。 っててことが見えてくるんですよその時に株を売るにしても買うにしても一定のポジションを取った時にそれが含み損をもってしてもある一定の期間をもってすれば戻ってくる、まあ、逆も言えますよね、うん、この間の中で上下してるわけですからだからある程度含み損が,が出ても戻ってくることを期待してポジションを維持することができるんですよね。 で、持ってる間に含み損が含み益に変わって、含み益に変わったら決済すると。この方法を用いると、両立てっていうのが結構有効になってくると思うんですよ。両立てしておいたら、つまりは同じ価格で回答売りを同時に立てると。そしたら、長期安定株といえども価格が変わっていくわけですよね。で、価格が変わって、含み益が出た方を決済して、含み損だけは残しておく。そうすると、含み損は長期安定株ですから、ある一定の時間を経て、含み益に 返り咲くんですよね。その時こっちも決済すると、両方とも利益が取れるじゃないかっていうような考え方なんですよ。これを長期安定株でやっていくと、売りでも買いでも利益が取れるという理屈になるのかなと思うんですよ。でこの長期安定株の中で何を選別したらいいかってことをね、ね株に長けた人にいろいろ相談しながら聞いていくと、初心者でも、 勝ちやすいのかなと。勝てるとは言いますよ。勝ちやすいのかなっていうことと、株に馴染んでいけるんじゃないかなっていうふうに考えてるんですよね。これいかがでしょうかね。例えば昔聞いたのが、ブリジストンっていう車のタイヤの会社。これはずっと長い間、価格が安定してるんで、両立てをしておいて、価格が動いたら、含み液の出た瞬間に決済。そして、同じ量だけ含み損が出たのもありますから、そっちの方はしばらく放っておいたら、 含み益に転じるんで、そしたらその時に決済。ですることによって、あの、両立てをね、たくさんポジションで持ちましょうみたいな戦略になるんですよね。それから、えっ、ー、と、物流の大手であります、先行グループホールディングスっていうね、9069のナンバーの会社がありますけども、この会社もこれが通用するということで、えー、言われてたことがありますね。実際私、やったことがないですから、わかりません。ただ、そういう勝ち方があるんだよなかろうかと。 いいう,うに聞いたことがあって確かに FX でも似たようなことをしてるなと思うと納得できる部分があるなと思うんですよ。ということでね私は FX のプロフェッショナルとして FX の取引の地盤がありますですんで株式の方に入ってもねある程度その勘が使えるんじゃないかなって気もするんですよねちょっとね5月31日の対談の方ではその辺も確認しながらストーンさんとトークを展開したいなと思っております 5月31日21時から楽しみにしております動画概要欄から Zoom のログイン URL をチェックしてくださいねそれではストーンさんよろしくお願いします